どうもこんにちは、提灯カーマイケルです。本日はジムニーのメーターパネルカスタム第3弾をお送りしていきます。前回前々回なんですけれども、まずはマーケットクロスデザインさんの真鍮製のメーターリング、ニードルキャップ、ダイヤルノブをつけていて、まあ、ちょっとね、純正だと全て黒なんですけれども、そこを真鍮混ぜることによってクラシカル感をねアップさせました。でそこに A クラフトさんのヴィンテージブルーという、クラフトメーター、まあ、中身を取り付けてあげて、純正だと、黒とオレンジなんですけれども、まあ、色味をかなり変えてあげたという形になっています。はい。でまあ、この2つの、カスタムをしてあげただけでも、まあ、自分好みのですねめちゃくちゃかっこいいヴィンテージ感あふれる、メーター周りになったんですけれども、まあ、そこにね今回さらに、ちょっと新しいパーツを取り付けてあげて、よりヴィンテージライクなですね、見た目にしてあげようと思っております。はい。で私、ジムにですね、ハンドルカバーだったりですとか、シートカバーに茶色のものをつけています。でそれと合わせるために、今回ですね新たに、木のパーツなんですけれども、ちょっとメーターを茶色にしていきたいなっていう風な思いで、購入しました。でちょっと早速ね開けていきたいと思います。はい。で、開けました。こちらですね。はい。ちょっと呼び方が合ってるかどうかが自信ないんですけれども、指スムクラフトというところの、メーターパネルです。でちょっと今回ねこっちに置いてあるのはまた次回のカスタムで取り付けしようと思っているんですけれども、メーターパネル以外の、パーツも買ってみました。まあ、これとかねトランスファーノブなんですけど、まん丸で、こういった木製のものになっているというものですね。まあ、まずこれに惚れてちょっと今回のパーツたちを購入したという形になっています。はい。でちょっと今回、やらない方のカスタムは一旦置いておいて、こちらなんですけれども、これは、ただの木製ではなくて漆塗りの加工をされた、木製のメーターパネルです。他にもね、ジムに行ってメーターパネルのねところに、木のパーツをつけるっていうのを市場にいっぱい入れていると思うんですけれども、他の木製のパネルだとちょっとそれも検討したんですけど、まあ、木の色味が強かったりですとか、まあ、本当に木目が出すぎてしまっていたりですとか、あとはちょっと赤みがかった色のものっていうのが市場にすごく多かったんですね。でそれもすごいかっこいいんですけど、ちょっと私がですね、ジムにヴィンテージ感あふれてちょっと大人っぽいカスタムの、仕上げにしていきたいなっていうふうに考えているので、ちょっとアウトドアに寄りすぎてしまうので採用しなかったっていうような背景があります。でこちらはですね、漆のツヤ感だったりですとか、あとは木目の上から、漆の、加工をしているので色も濃いめなんですよね。なので、自分のジムニーにこの色味だったりですとかツヤ感ぴったりなんではないかなって思って、今回こちらを採用した形になっています。もう本当にかっこいいですよね。ただの木目ではなくて、何層にもなっている漆の、塗り加工がされていて、まあ、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、まあ、ツヤツヤしているツヤ感があって色味もね、かなり濃い色で渋くて、かっこいい、そんなものになっています。あとはですね、こちらの日の光に当たっていると経年変化で色がどんどん変わっていくので、それもね今後何年もジムに乗っていく上でどう変わっていくかっていうところも楽しみにしている部分であります。はい。で取り付けはね、こちらのパーツ裏に両面テープがついているので、これを剥がしてあげてベタッとつけてあげるっていうだけで加工できるので、非常に簡単なパーツになっています。はい。ではね、早速ちょっと外に出てジムニーに取り付けていきたいと思います。早速外に出てきました。でまずはこのね、メーターパネルのここに先ほどのこの漆塗りのねメーターパネルつけていくので、まずはこの真鍮のパーツを外していきます。結構これね、両面テープでしっかりくっつけてしまったので、真鍮曲がらないように、真鍮が曲がらないようにね慎重に外していきます。よいしょ。はい。
で外れましたね。結構やっぱ外すと印象変わりますね。で、メーターパネルつけるときね、ちょっとここの部分、干渉してうまく取り付けられないので、一旦ハンドルを、下げます。はい、でここですね、こんな感じで貼り付けますね。おー、かなり印象変わりますね。かっこいいです。でちょっと今回は、この漆塗りのねメーターパネルを目立たせたいので、さっき取り外したこちらのメーターリングはね、今回は取り付けないで、とりあえず、このままで行ってみたいと思っています。はい、はい、という形で無事に、装着完了しました。まあ、めちゃくちゃ簡単でしたね。両面テープ剥がして、もうメーターパネルのところにですね、上から、ガチャッとはめるだけだったので、まあ、特に苦労はせずにすぐ取り付けられたという形です。はい、で見た目がねかなりガラッとまた変わったんではないでしょうか。やっぱりねこの、漆塗りのですね、落ち着いた、艶のあるですね茶色がついたことによって、よりヴィンテージ感だったり大人っぽさが増したんではないかなというふうに思っています。はい、まあ、ハンドルカバーだったりね、あとはこのシートカバーも茶色になっているので、まあ、ここの色とねよりマッチした色味になったかと思います。大満足です。はい、で、もともとついていた、真鍮のメーターリング、こちらですね、これ今、取り付けていないんですけれども、まあ、数ヶ月ねこの漆塗り、そのままのですね、見た目を楽しんだら、またこの上にね取り付けていって、あげたいなというふうに思っています。まあ、ちょっとねさっき試して、自分だけ見てたんですけれども、まあ、上からメーターリングをね、当ててあげるだけでもまた雰囲気がらっと変わってすごくかっこよかったので、またメーターリングこの上にね、取り付けた時には、紹介させていただきたいと思います。はい、で次回なんですけれども、次回はね、冒頭にもお話ししたこのトランスファーノブのところと、あと動画の中にちょっと出てなかったんですけれども、ここの、シフトレバーのところのね、パネルも購入したので、この2点を漆塗りに、変えていきたいと思っています。はい、という形でね、本日も最後まで動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。Mom packed me a brown bag every day. From 5 years old up to 18.